リセイです。ルイスです。リセとルイスです。今ねすごい綺麗なビーチに来てて、もう本当にプライベートビーチみたいな感じだね、うん、そうめっちゃ穏やかね。そうそう波もねほぼ めちゃくちゃ静かで、うん、あのサンセットを今ちょっと待ってる感じなんですけど、ちょっと私たちからね皆さんにご報告があって動画を回しております。タイトルにもある通り、ちょっと私たちしばらくの間ちょっと YouTube の活動をお休みさせていただこうかなと思っております。すいません、うん、いつもね動画投稿されるのをすごい楽しみにしてくださってるのもちろんわかってるし、私たちもね皆さんにね動画をねできるだけたくさんお届けしたいんですけど、ちょっと理由があってちょっと活動をしばらく休止させていただきます。すいません、ご理解よろしくお願いします。まあ、まだ赤ちゃんは生まれてなくてですね、あのいつ生まれてきても大丈夫なんですけど、今ねまだここにいますいるね。そうそう、あのねルイスが毎日もう生まれてきていいよって話してるんですけど、 Come on baby, it's time to come out, it's time to come out, we want to meet you。 こんなにねもう早く会いたい会いたいって言ってるのに、あのじらしてねなかなかあの出てきてくれないっていう、うん、そうそうそう、あ、she's teasing us、 yeah. なんかお顔もねなかなか見せてくれなかったりとか、エコー写真もねなかなか顔映らなかったりとかして、あのちょっとシャイなのか、あの私たちをからかってるのかわかんないんですけど、なかなか生まれてきてくれないし顔を見せてくれないんで、ね、本当にね、そう、うん、すごいサプライズ好きな子かもしれんもう本当にね、あの37週の時から私ずっともう正規さんだからもういつ生まれてきても大丈夫って言ってるのに、あのあ今日かも今日かもみたいな感じで本当に2人とも楽しみにしてて、ルイスもどう陣痛来そうみたいな全然来ない I think we've just been trying to be ready for whenever the baby comes but yeah just like come on baby what are you doingWe want to meet you, you know? そう、なんかルイスがお腹の中はすごい快適だから出たくないんだねって、うん、そうそう Nah, she's happy being comfortable, but she's gonna be nice and comfortable in our arms when she comes out. I think she's already spoiled too much in here that she doesn't want to come out. So come on. Like, you were like, oh, like, oh, you can eat whatever this, that, because that's what she want to eat, you know? でもそれ大事と思う。大事と思うから。She's so spoiled. Like, she's like, oh, when I get out here, like, there's so many...You know, stuff that she needs to deal with, and like, you know, she's just allowed to stay in here. But she needs to know, she must know, that we're gonna be there by her side to help her no matter what. あと普通に多分ルイスうざいからルイスに会いたくないんだと思う。それそうかもね。なんかいつもさ、あの変なね、あの音で、あのいいよ。英語でラズベリーという。ラズベリー？うん。なんで？わからん。ラズベリーって、ラズベリー、うん、このこれすること？そう。もう一回やって。こんなことばっかしてるから嫌いなんだよ。多分もう嫌われてると思う。そうかもね。でなんかこの活動を休止する理由としては、一番はやっぱり。Baby のことね。うん、そうそう。That's the most, well, the most important thing is obviously you both are、うん、like priority, yeah. うん。あの実際ね、その時になってみたい、見ないと、そのどんなトラブルがあるかとかわかんないしね。私は普通分娩選んでるんだけど、その緊急帝王切開になったりとかもあるかもしれないし、生まれてきた赤ちゃんの健康状態がもしかしたら悪かったりとか、いろいろね、あの考えられることがあるから、その心配があって、普通通りにあの動画出し続けたいんですけど、もしかしたらちょっと、あの赤ちゃんの、状態とか私の状態とかあと2人がその赤ちゃんのいる状態になれるまでしばらく時間がかかるかなっていうので、まあ、一番はあの赤ちゃんのことを優先に考えたいなと思ってちょっと動画 あの投稿をしばらくお休みさせていただこうかなと思ってます。 Maybe we just wanna you know, prioritize time with her like, rather than making videos for the first couple days、yeah. like, 100% likeObviously doing YouTube is important to us because it's like, you know, it's a fun thing, it's our hobby to do, but we do really, really have to focus on the babies and on the baby, and we're really excited to talk more about the baby once we get back on YouTube as well. そう、だから皆さんにのお願いでも本当にあの楽しみにね、あの次あの出す動画は本当に生まれた後の動画になると思いますので、動画がいつ上がるかわからないんですけど、次出す動画がね、あの赤ちゃん生まれる動画なので、あの楽しみにね待っててくれたらいいなっていうのと、あとインスタとかね TikTok とかあの他の SNS 簡単に投稿できるところとかにはね、あの随時ね更新していこうと思うので、そっちのフォローもお願いしたいなっていうことです。あとルイスの家族がねゴールデンウィークにちょうど日本に来てくれる予定とかもあって、ちょっと忙しくなると思うので、うん、あの動画の編集とかねいろいろ間に合わなかったりとかあると思うので、まあ、とりあえず気長に待ってくださったらなっていうので、もう本当にね視聴者の皆さんからも本当に生まれてくるの自分のことのように楽しみです。すごい楽しみにしてくださってるのがすごいありがたい
いし、あの期待に応えられるようにね、あの動画もなるべく早く頑張るので、ちょっと皆さん待っててくださいお願いします。 Isn't it crazy, right? The next time we're gonna be putting out a video, we're gonna have our baby and we're gonna have seen our baby's face and we're gonna have been able to hug our baby as much as possible. そうだから、次会う時はあの皆さんにお会いする時はもうパパとママになってるはずだから、そうだね、あのすごい楽しみなんですけど、活動を休止して、まあその赤ちゃん生まれた後にまたあの動画とかね、もちろん出していこうかなと思うんですけど、今のところ赤ちゃんのお顔はまあ一応公開するかなとは思ってますけど、なんか名前は公開しないつもりだね。そうだね、あと将来赤ちゃんがお顔とかね、出さない方がいいかなと思ったら出すのやめるかもしれないし、まあでも今のところはね、あの生まれてすぐとかはね、お顔公開する予定なので、美女のあの可愛い子が生まれるってみんな言ってるんですけど、どう生まれてきてもめちゃくちゃ可愛いんだけど、そう思う。 I think just having you as a mom is gonna, you know, that's like, I think that's amazing for our baby. いやそれないよ、ルイスのおかげだと思うんだけど、まあ、一応ねお顔もね、あのみんなに見せれたらいいなって思ってるのもあるので、あの楽しみに待っててください。生まれた後は、まあ、もちろんその赤ちゃん中心の生活、 It's gonna be a lot of focus on the child. Yeah, yeah. But then we wanna continue being as a really close couple and then keep having fun just us as well, right? 100%. Our philosophy has always been like, no matter what happens, it's important to make time for each other as well. And I think that is the key to a successful relationship, you know? Obviously,It's important to make stuff about the baby, but it's also important to make stuff about each other as well sometimes. うん、なんでまあそのもちろん家族っていう感じのチャンネルには変わっていくかもしれないんですけど、まあ、私たちらしさというか、そのリサとルイス本当にカップルの時からね見てくださってる人とか、あの本当にいると思うんですけど、相変わらず変わらない私たちをね皆さんにお届けできたらなと思ってるので、楽しみに待っててくれたらいいなと思います。 I'm so excited to see you as a daddy. I can't wait. Like I've already been like having dreams where you're just likeThere and you're like holding our baby, and I'm just like, you know, the happiest man in the world. Like, honestly. ルイスはすごい高価なあのお父さんになることはあの確定してるんですけど、You're gonna be a protective dad. 絶対、絶対。No one messes our daughter. 本当にみんな気をつけてね、ルイス、あの優しそうだけど、あの多分娘のことになるとすごい怖いと思う。そうかも、そうかも。そうかもね。本当に私たち言ってたのが、なんかこうさっきもドライブしながら、Can you imagine having a baby like back of our seats, right? Right? Yeah, yeah. Like I have.I can imagine it. Since you told me, I can imagine, okay, a baby's gonna sit in the back seat. But because I haven't seen our baby's face yet, I can't like picture it. And I'm so excited to be able to just turn around and our baby's just there, sleeping. What kind of face are you imagining right now? Like my face? Sokomo. Yeah, like little your face, but like...On a smaller head. 本当に私たちもね、どんなお顔の子が生まれてくるのか分かんないから、なかなか想像できないんだけど、本当に楽しみにしてるし、皆さんにねいい報告ができたらいいなと思ってるので、あのまた次動画上がるのを楽しみにしてくれたらいいなと思います。とりあえず私たち家族3人の時間を大切にしたいなっていうので、ちょっと理解してくださったら嬉しいなっていうのと、何がねあるか分かんないから、それがちょっと心配っていうのもあって、あと、まあ、ルイスが言ってくれてるように、まあ、一番はね、私たちがちゃんとしたね、まず親になって責任持ってね、ちゃんとベビーのことを一番に優先して考えられるようになってから、また動画上げたいなと思ってるので、皆さん気長にお待ちください。お願いします。お願いします。じゃあ本当楽しみだね、次みんなさんに会う時は私たちこう持ってるので、ベビーちゃんを楽しみに待っててください。あと出産頑張ります。本当にね、あのたくさん応援してくれてて、Everyone's like sending me message saying like a good track for it. Like, and I really appreciate that, because I think that means a lot to Louise, how much everyone's supporting her. And I know it's going to be absolutely fine. It's going to be a big challenge, but it's going to be alright. And I think thanks to everyone, I think it's going to be, you know, even better.街とかで声かけてくださる人も、出産頑張ってみたいな言ってくださって、本当にありがたいね。本当になんで、辛い時はルイスじゃなくて、あの皆さんのファンのことを考えながら頑張ります。いいよ、I'm gonna be there. So you don't have a choice to think about me or not. You're not gonna be there when I'm like contraction. But oh yeah. Think about me. I'll be thinking about you 100%. No, just do what's best and makes you feel better. Okay?
なんかルイスのこと考えたら、なんかルイスがいたらちょっと甘えてしまうのよね。助けてってなってしまうけど、逆にその陣痛中はルイスがいれないっていう状態だから、逆に一人だからこそなんか頑張れそう。なるほど。We'll see. We'll see. We'll see how it goes. But if you need to, somehow you can like video call me or something.無理無理。そこはルイスにめちゃくちゃ文句言うと思うよ。大丈夫だ。 Why is it me that we need to go through this? 文句してください。いっぱい文句もらいたい。本当、うん、陣痛中はね、ルイス病院でも待ってるんだけど、なんか普通お父さんは家で待つらしいよ。だってさ、なんか何時間になるか分かんないじゃん。 I can do that, right? You can, but it's gonna be like hours. Like, うん、待つ It can be like 10 hours.Could be ten, but like I think it's important. It's important for me to be there. I want to be there. 電話してすぐ来ればいいんだよ。すぐ来れるけど、うん、like I'll be there. So I just want to be there. Like I want to be as close as possible. Close as I'm allowed to be. So I just want to be there and close to you, close by your side, close by the baby side. まあ不安なこともね、まだたくさん残ってはいるんだけど、まあルイスがいてくれるし、ファンの皆さんも支えてくださってるし、頑張れるかなと思ってるので、これからねちょっと頑張ってくるので、応援よろしくお願いします。お願いします。しばらく活動休止するんですけど、楽しみに待っててください。じゃあありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。チャンネル登録してね、待っててくれたら、動画上がったらすぐわかると思うので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。Bye.